NATO 軍内で潜水艦調達が急加速しているとの情報をキャッチしました。今回はこの NATO 軍内で潜水艦事情を詳しく見ていきます。ロシアの思惑は自国を孤立化させていますね。黒海に面している国では潜水艦導入が急ピッチで進んでいます。ドイツのは、2022年2月24日に突如としてロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始、この7月24日で丸5ヶ月が経過したことになるが、こうして正規したロシア・ウクライナ戦争は当初の形から変化しながら長期化の様相を呈してきている。まず、今回のロシア・ウクライナ戦争で現状の中心的な戦域となっているのは東部のドンバス地方、ルガンスクとドネツクの2州であり、この地域の独立を実現させようと目論むロシア軍の攻撃が重点的に行われている。ウクライナ軍は単純比較で10倍以上とも言われていたロシア軍の砲撃力の前に後退を余儀なくされ、ルガンスク州全体を疾患しており、今はドネツク州の防衛を中心にこれ以上のロシア軍の侵攻を防ごうと防戦している。ウクライナには西側諸国からの兵器供与が続けられており、牽引式の榴弾砲や自走砲、ハイマースや M270 のタレウソウロケット砲が前線に配備され、かつてほどの砲撃力の差は徐々に埋められつつあると目されている。しかし、量に加えて射程距離でもこれまでの兵器を大きく上回るハイマースや M270 のタレンソン、ロケット砲の供与数自体は、依然として、抜本的に、ウクライナ軍が優位に立つまでには、まだまだ数が少ないのが実情のようだ。かつては、6月の後半には、こうした西側諸国から供与された兵器が前線に行き渡り、ウクライナ軍の本格的な湿地奪回に向けた、反攻作戦が行われる可能性が、まことしやかに語られるケースもあったが、まだ、実現は遠く見える。今では、ウクライナ軍が反攻に及ぶとすれば、南部のヘルソン周辺が湖、アツシであり、ハイマースを投入したロシア軍の補給拠点等への攻撃も、この地域の後方の兵站、兵站線を断ち切ることを重点的に実施しているように感じられる。そうした中で、黒海をめぐってのロシア・ウクライナ戦争は、地上戦とは少し異なる展開を見せており、ほぼ海戦の時点艦艇等の戦力を喪失してしまっていたウクライナ軍は、ロシア海軍の黒海艦隊に対抗する術がないとも思われていた。しかし、4月には、そのロシア海軍の黒海艦隊の旗艦であったミサイル巡洋艦、モスクワが沈没、同艦を喪失したことで、ロシア海軍の水上戦闘艦の防空能力は著しく低下し、以後は沿岸部に近づくことが困難となった。さらに、海戦壁等に県のミサイル巡洋艦、モスクワらによってロシア側が確保し、部隊を送り込んでいた黒海に浮かぶ小島、ズミーヌイ島は、7月の頭に、ウクライナ側の攻撃の前に破棄され、ロシア海軍の弱体化が鮮明になった。すでに、黒海沿岸部のウクライナ軍には、ミサイル巡洋艦、モスクワを攻撃したとされる自国の R360 ネプチューンに加えて、デンマークなどから供与されたハープーン等の地対艦巡航ミサイルが配備され、ロシア海軍の水上戦闘艦の活動を大きく阻害している。そのため、水上戦闘艦による沿岸部への対地攻撃が困難となったロシア海軍は、仕方なく、これらの攻撃任務を潜水艦から行う方向にシフトしており、キロ級1隻、改めキロ級3隻と見られる黒海艦隊が有する潜水艦戦力で攻撃を継続している。
ウクライナは前述したように、開戦後すぐの時点で、水上戦闘艦のほとんどを鹵獲を恐れて自沈処分しているため、ロシア海軍の潜水艦に対処できる戦力を有しておらず、それら黒海から排除することは、事実上困難となっている。ロシア海軍の潜水艦が健在である限り、黒海の封鎖を、ウクライナ側が自力で解くことは、できない状況のため、水上戦闘艦の接近は阻止できても、本質的な意味での、黒海の海上交通路の復旧という問題は解消されないだろう。こうした黒海における、ロシア海軍の潜水艦の脅威という、状況を目の当たりにして、同じく、同海に面するルーマニアやブルガリアでも、これに対抗する手段を講じておくべきとの考えが、大きく浮上してきている、状態だと見られている。この対抗手段とは、具体馬といえば、ロシア海軍と同様に、潜水艦を保有するということであり、今の形での、黒海の封鎖に対抗するには、同じく潜水艦を保有し、いざという場合に備えて牽制できる、戦力として活用するしかないと、判断した形と言えよう。実は、ルーマニアは、かつての旧ソ連から、1985年に、キロ級潜水艦を一隻調達しており、デルフィヌルと名付けられた同艦は、今でも一応保管されているが、再稼働に必要な整備もできず、かつ、艦の乗務員ももはやいない。デルフィヌルは、水上排水量2460トン、水中排水量3180トン、全長 72.9 メートル、全幅 12.8 メートルの規模。保持つ通常動力型潜水艦だが、1995年からすでに、未稼働状態のまま放置されており、実働は10年ほどの期間だった。ルーマニアは、このデルフィヌルに代えて、フランスとスペインが共同開発した通常動力型のスコルペヌ型潜水艦を調達する方向を打ち出しており、すでにフランスとの間では基本合意書の締結は済んでいると伝えられている。スコルペヌ型潜水艦は、フランスのナバルグループ社とスペインのナバンティア社が共同開発を行った艦で、ベースの CM-2000 型、小型バージョンの CA-2000 型、非対機依存推進を搭載した AM-2000 型の3種類が存在している。スコルペヌ型潜水艦の水中排水量と全長は、CM-2000 型が1668トンで 66.4 メートル。CA-2000 型が1070トンで 60.3 メートル、AM-2000 型が1800トンで 76.2 メートルであり、全幅 6.2 メートル、喫水 5.8 メートルは全艦共通である。主兵装として、スコルペヌ型潜水艦は、艦首部分に6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、1門につき、3機の魚雷もしくは対艦巡航ミサイルを運用可能だが、非対機依存推進を搭載した AM-2000 型のみ、これが2機に制限される。スコルペヌ型潜水艦は、建造予定まで含めて、チリ海軍2隻、マレーシア海軍2隻、インド海軍6隻、ブラジル海軍4隻の輸出が確定しており、ルーマニアが、このまま、順調にことが進めば、5カ国目の採用国となる公算が大きい。一方のブルガリアだが、2014年のロシアによる、クリミア半島の併合や、その後のウクライナ東部での親ロシア派の台頭を受けて、黒海が、ロシア海軍の制圧下に置かれることを危惧し、昨年2021年より、潜水艦の調達を試行し始めたとされている。これまでのところルーマニアと異なり、ブルガリアは、ドイツから退役後の206型潜水艦2隻を入手しようと、企図しているとも伝えられており、これにドイツ側が応えることができるのかが、まず、最初の課題となると思われる。206型潜水艦は、
1968年から当時の西ドイツ海軍用に全18隻が建造された艦で、水上排水量450トン、水中排水量500トン、全長 48.6 メートル、全幅 4.6 メートル、喫水 4.5 メートルと、沿岸防備に向けた非常に小型な船体を持つ。それでも、206型潜水艦は、艦首部分に533ミリ、魚雷発射を8門備えているが、予備の魚雷は搭載ができないため、この8門と同数の兵装数であり、ドイツでは2011年3月には18隻すべてが退役、すでに9隻の解体処理が実施されている。残りはコロンビア海軍で2隻が最終役、2隻がその部品供給用に引き渡されているため、ドイツに残る数は最大5隻だと考えられているが、これが実際にブルガリアで最終役収益を迎えるのか、今後の続報に留意する必要があるだろう。